どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス一部解約へということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで、喉がねもう完全にやられておりまして、かなりねガラガラ声ということで聞きづらい部分がね、あるかと思うんですけども、ちょっとで、ね、こちらはご了承いただいて、お付き合いいただければなと思います。今回ですね、ユナイテッド航空のね一部ね解約がございまして、先に言っておくとですね、必要マイル数はね今のところ変わっておりません。東京からね、福岡とか札幌とかね、まあこれの区間ね片道5500マイルから、利用することができるわけなんですけども、こちらもね影響はありません。今回ですね、特典航空券、一度の特典航空券で乗り継ぎ時間ですね、今までは10何時間とかまでね利用することができておりましたので、東京から福岡のね特典航空券を発券した場合、こちら5500マイルで発券することができるんですけども、利用する方法がですね、東京から沖縄、沖縄から福岡、まあこの路線自体はまだ利用することができるんですけども、この乗り継ぎ時間がですね非常に長くね設定することができて、本当にね沖縄で一泊して那覇に行くみたいな、まあこういったことがですね今までね利用することができてたわけなんですけども、まあこういうね一泊をね乗り継ぐような利用方法はですね、今回ねユナイテッド航空のマイレージプラスでね利用することができなくなってしまいました。まあこちらね本当に乗り継ぎ時間がね縮小されているだけっていう風になりますんで、まあほとんどの方にはねまあ影響はないのかななんていう風に思うんですけども、まあ今までね肉感乗って、まあ肉感ね結構長めに乗り継ぎをして、まあ楽しむみたいなね、こういう旅程がですね今回ですね利用することができなくなってしまったっていう感じですね。まあそこまでね先ほども言ってる通りですね、普通にね東京から福岡ね直行便で5500マイルで利用していますみたいな、まあこういった方にはですね基本的にねまあ影響ないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ長めの乗り継ぎ時間をですね今までね楽しまれてた方は、まあこういったことはね利用することができなくなってしまったっていうふうになりますんで、まあ今後ね覚えておいていただければなと思います。このねユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのはいつだったかな、5月ぐらいでしたよね。必要マイル数がね国際線非常にアップしてしまってですね、国際線でねお勧めできる路線ってもかなり減ってしまってたんですよね。ですのでまあ今のところねこのユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは国内線ねメインでお勧めさせていただいているわけなんですけども、まあ、今回ね乗り継ぎ時間縮小ということで解約はね入ってきておりますので、まあ、今後ねちょっとねさらに解約になってしまうのかもしれませんので、まあ、この点はね覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。それではですねどういった感じでね変わっていくのいるのかっていうのはねちょっと見ていただければなと思うんですけども、これ東京福岡の特典の検索ですね。まあ今まで通りですね、はい、東京から福岡行く場合ね5500マイルで利用することができますんで、必要マイル数はね変わっておりません。ですので、まあ、普通にねこういった便でね利用されている方っていうのは、まあ基本的にね今回の影響はねないっていう風になるんですよね。ですのでまあ基本的にはそんなに気にしなくていいっていうところですかね。ですので本当に一泊をね伴うような利用の方法をね利用されてた方は結構ね残念な感じになりますかね。はい、これねもう一番下の画面まで来てるんですけども、今までねここら辺まで来るとこのね乗り継ぎ時間ですね、本当にね十何時間とかまではねあったわけなんですけども、まあこういうのもね全部なくなってしまって、これもね1時間10分の乗り継ぎで一応ね羽田、沖縄福岡みたいな、まあこういったね2路線乗るみたいなのはまあ今もね利用することができるんですけども、まあこの乗り継ぎ時間ですよね、今まではですね夜遅くにね沖縄に着いて沖縄で一泊して、まあその次の日にね福岡に向かうみたいな便も今まではね利用することができてたわけなんですけども、まあこういった便はですね利用することができなくなってしまったっていう風になりますんで、まあこの点はね長いね乗り継ぎとかをね楽しまれてた方はまあ利用することができなくなるっていう風になりますんで、これはねちょっとね残念ポイントですよね。まあ私が見た感じだとですね、まあ今までのね本当に路線自体が利用できなくなってしまったっていう感じではね見受けられないので、まあ本当に乗り継ぎ時間が少なくなってしまった、まあ長い乗り継ぎはね利用することができなくなってしまったっていう印象ですかね。普通にね羽田から北海道ね利用する便もですね普通にね直行便も利用できますし5500マイルで、はい、ですね必要マイル数等はね特にね
変わってないですね。このね、羽田から、北海道行く便でも、福岡経由もね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、特にね、路線自体はですね、影響ないんですけども、この乗り継ぎはね、もっと長く設定、まあ、今まではね、利用することができてたわけなんですけども、まあ、こういうのがね、利用することができなくなってしまったっていう感じですかね。まあ、もしね、私の動画を見てですね、平井さん、これ解約になってますよみたいなのがありましたらね、まあ、教えていただきたいなと思うんですけども、私が確認する感じだと、本当にね、乗り継ぎ時間が、今まで18時間だったのが、まあ6時間から7時間ぐらいがマックスになってるっていう感じですかね。では次に、伊丹路線見てみましょうか。多分ここも変わってないと思うんですけどね。そうですね。普通に直行便も出てきますし。で、一番下の方まで来ましたけども、一応乗り継ぎはありますけどね。乗り継ぎは50分ですね。羽田、伊丹ね。まあこういったね、経由便も普通に今のところね、利用することができてますね。で、あと、私が今度利用したいと思っているこの仙台路線とかね。まあ一回利用した動画は出しましたけども。はい、普通にこういったね、羽田伊丹、仙台みたいな。まあこういったのも5500マイルでね、利用することができますね。はい、下の方に行くと、はい、こういったね、4区間乗る路線みたいなのも、一応今のところね、まだ利用することができますね。ですんで、まあ本当に乗り継ぎ時間が縮小されただけで、まあこういったね、たくさん乗るみたいなのも今のところね、まだ塞がれてはないわけなんですけども、5500マイルで。やっぱりね、乗り継ぎ時間だけ、まあ今回縮小がね、適用されたっていう感じですかね。まあこれ何が影響されてこうなったのかちょっとわかんないですけども、まあ一応ね、はい、利用されてた方はですね、まあちょっと残念ポイントかなっていうところですかね。ということで今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラスですね、一部解約へということで動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、今回の解約に関してはですね、ごく一部の方向けっていう感じですかね。まあ全体的にはですね、必要マイル数も変わっておりませんし、まあ経由便が利用できなくなったわけではございませんので、まあ羽田空港からですね、仙台とか行きたいって思った時も、羽田、伊丹、仙台みたいな路線もね、先ほど確認したらね、普通に出てきましたので、まあ、ここら辺もね、特に影響なく利用することができるっていう風になりますんで、本当にね、乗り継ぎ時間だけ今回ね、縮小っていう風になりましたので、残念ではあるんですけども、まあ、そこまでね、影響ないかなっていうところですかね。まあ、いずれにしてもですね、5月ぐらいにですね、国際線の必要マイル数が大幅にアップして、で、今回ね、どんどん縮小してる、来ている感じがね、いたしますので、ANA の国内線のね、必要マイル数がね、本当に上がらないことをね、祈るばかりですね。ここにメスが入ってしまったらもうね、ユナイテッド航空のマイレージプラスは日本で使うのはちょっとね、厳しくなってくるっていう風になりますんでね。またね、何かありましたら動画ね、出したいななんていう風に思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。いや、本当にね、こんなガラガラ声でお付き合いいただきまして、ありがとうございます。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしていただければとても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。